びてはないよ。寒い。ゆうげさんの恋人ルーシーさんを尊敬します。やだよ、女の。俺、ババア無理だって言ってんじゃん。まずそれは無理だよ。引っ込んだろうがなんだろうよ。そんなこと言ったら傍若発想だ。氷点下あるんじゃねえかな。すごい冷たい。手が痺れるぐらい。とにかくルーシーは二度とユイガを叩かないでくれ。もう叩くうんぬんじゃなくさ、まあ別に今普通に放送参加してるから別に俺からするといいんだけど、まああれだけどさ、やっぱ本心いやさ、まあルーシーだけじゃないんだけど、インド人もそうだけど、俺は許せないよ、本心は。ムカつくよ、だって。そりゃそうだろう。みんなでさ、溜まってさ、なんか計画立ててさ、オプチャパンのために動いたいね。アンチオプチャとかさ、インド人の放送でそういうのやったりとかさ、なんかバカにするような放送でそこに参加したりとかしてた人間たちいるじゃん。許せねえぞ、そんなもんは。ただそれはね、また俺が配信者優雅としてこの自分の放送をやってるときはまた別問題にしてるだけなんだよ、俺は。心の中じゃやっぱりさ、あるじゃん、そんなものは。心の中では、当たり前だよそんなのは、そう、わかるでしょ。それをね、じゃあね、はいはい、うちのリスナーさんこうやって普通にコメント打ってるから、はい、全部ゴアさんですわ、心の中では思えないよ。心の中では。ただ配信者として配信やってる以上は、そこを切り替えてやってるだけ、俺は。そう。だから切り替えてやってるよ。済んだ話も何も戻らないじゃん。俺がじゃあふわっち番になったりとかしたのもそう、あ、ふわっちじゃないや。ポコチャ番になった件も、もしくはいろんな迷惑をかけられた件も、直接やってなくても間接的に俺に迷惑かかったんだよ。そうでしょ。いろんなものね、そりゃそうだろ。今イライラしてない、全然怒ってはいない。ただ、まあ、そういうことがあってからさ、胸にこの引っかかるものはずっとあると思うぞ俺。他のアンチに対してもそう、今まで歴代いろんなアンチいたけど、やっぱりそれは、ね、心の底から許せるっていうふうには思えないよ。そりゃそうだろ。ただアンチコメントだけを打ってるだけならば、別にそんなのはいいですよ、正直。それなら全然構わないよ。あの時実はアンチコメント打ってたんだ、あ、そうなんだって、それは別に全然構わないんだけど、実際俺の放送ができなくなる環境になったりとかもしたしさ、まあここに来ればリスナーで普通に参加してれば、そう、どう超えてたよね、正直。初めてちょっと同情したい。や、本当に大変だったんだって、まあ僕唯一無二なんで、そう、僕唯一無二なんで、俺の代わりは務められないでしょ、絶対に。いや、俺思うんだけど、俺の代わりは絶対作れないと思うよ。うるせえ、トングと達人って。おい、匿名コメントよ。今、トングの達人って書いてあるけど、自分がトングの達人みたいになってんぞ。自分の名前のところ指してるから、な。ニコ生みたいにコメントが流れるわけじゃないんだから、
自分がトングの殺人になってる、それじゃあ。そうだろ、佐野は終わったんだろ、結局よ。残ったのは俺よ。最終的には。